はい、はい、すいません。モニー、モニー。あの、違う方の牛カツより全然美味しい。言うじゃない？あ、言っちゃったけどな。本村さんが美味しい。いや、本当に全然違う。今日も見てくれてありがとう。今日はもうすぐオープンの牛カツ本村さんに来ました。場所は鴨川。あっちが三条の駅。鴨川の横鴨川の上のところでめっちゃ綺麗な景色でご飯が食べれるらしいんで、行ってみたいと思います。アイスバーせーの、大ちゃん。美味しいねっちゃん。今日は、京都初出店の牛カツ本村さんに来ました。なんとここ、京都初出店。めちゃめちゃ雰囲気。で、6日がオープン。で、今日撮影日が2日。なので、お祝い PR 動画を撮りに来ました。台湾にも店舗あるらしい。らしいね。大阪にも多いですよって言ってた。メニューの紹介をします。これ、牛カツ定食。ここは、この目の前にあるこの大きい鉄板。ここで焼いて、熱々を食べるらしい。これは中国語。中国語。韓国語です。韓国のお客さんが多いらしい。で、これは牛カツ定食で3つ小鉢がついてんやって。小鉢？これ？そうそうそう。とろろと明太子とわらび餅。で、ご飯とお汁。麦飯はおかわり一杯無料だって。あとはこっちは飲み物がついてるやつと、こっちはお酒がついてるやつ。あ、こちら、爪の。食べ方、ミディアムレアで揚げてるんだって。これを鉄板で焼きます。わさび醤油で食べます。岩塩で食べると美味しいって。あれや。なんかソースと岩塩と、何にしよう。1.5 にする？これで1でって結構大きそう。あ、1.5 で。1.5 にしようか。はい、はい、すいません。あ、すいません。後ろめっちゃ綺麗。偽物だ。あそこが三条駅。京阪電車の三条駅やって。あ、火がついたやん。来ました。1.5 枚。超大きい。こんな大きい。牛カツとキャベツとポテトサラダとわさびがついてる。で、ご飯が普通の白米じゃないの。麦ご飯。麦ご飯の方がさ、ちょっと栄養高いから美味しいやん。で、味噌汁。タレがお醤油と、これが山わさびのソースやって。これがお漬物と、とろろと、明太子と、デザートのわらび餅。いただきまーす。これめちゃおしゃれ。おしゃれおしゃれ。石やん。お箸ないなと思ったら、ここでした。お箸とおしぼりと、あの、エプロンが入ってる。ここです、お箸は。よし。まずは塩って。あ、見て、めっちゃ綺麗。めっちゃ油美味しそうじゃない？テッカテカ。いい牛肉って感じやな。うわー、30秒って言ってた。わー、私は半生くらいが好きな。え、やばい、多分これ超美味しい。お塩でまずは。あ、やばい、めちゃいい匂い。溶ける。え、おいしい。あの、違う方の牛カツより全然美味しい。なんか衣も薄くてサクサクだし、なんか中まで火入ってないけど、柔らかさがもう、うん、油がしっかり。ご飯ご飯。うん、うまい。うん、うん、うん、うん。麦入ってるからちょっとプチプチで美味しい。で、やばい、わさびがうまい、合うわ。これ、めちゃ柔らかいな。なんか牛カツのイメージが変わった。どうですか、味の感想は。美味しい。美味しい。めちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかいよね。溶けるほど柔らかい。そう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 。なんかさ、揚げてるのにさ、なんでこんな柔らかいやん、ね、身がさ、こうギュンってならへんやん。ちゃんとふわふわのまんま。次は、山わさびソースみたいなの。ちょっと、ピリッとして美味しい。程よい塩加減。うん、このご飯が美味しいよ、これ。ハートのまんま焼くぞ。
かわいい。ハート。最後お醤油で。お醤油はわさびの方が良さそう。なんか楽しいね、これ。いろんなタレがあるからさ、自分の好きな味合わせて食べる。お醤油わさびです。マジで初めてかも、こんな美味しい牛カツ。明太子の美味しい食べ方はご飯に乗っける。明太子ご存知？食べる？台湾でも。食べる。あ、食べる？辛いやつ？辛いやつかな。これをこうやって割って。これこれ。やば。美味しい明太子。美味しい。最高です。だってまだこんないっぱいあるもん。これ楽しいよね。ちょっと楽しい、めちゃめちゃ。半分焼肉っぽいよね。確かに確かに。これ美味しいわ。ニンニクっぽい、ちょっと。これをめっちゃつけると美味しい。あ、すいません。こうやって火つけれますか？また。はい、あ、すいません。素敵だ。みんなすごい素敵な。イエーイ。どこに生まれた？いや、兵庫から来ました。いや、でもそんな近い方で、大阪に近いと。美味しいです。ありがとうございます。ウェイウェイ。ちょっとそのまま食べてみよう。スプーン欲しい。なんかちょっと出汁が入っとって美味しい。これに味がある。このままで美味しい。あの人がいい人そうで面白いわ。生苦手な人だったらよく焼けばいいし、生好きって人はこうさっさと焼いてもらえればちょっと温まるみたいな。めちゃめちゃ満足度高い。まあ、プールしますね。ね、思った。最後です。うまい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 。最後にわらび餅をいただきます。きな粉となんか黒蜜みたいなのかかってます。おいしい。もっちもち。デザートにちょうどいいよ。わらび餅って日本のものやんな。うん。お母さん、わらび餅。片栗粉と水を練って、もちもちにしたやつに、きな粉と砂糖をかけて、黒蜜をかけて食べる。冷たいでしょ。これ京都の名物？なんか日本の名物だ。どこでも食べるけど、まあ、京都多くない？まあイメージあるかな。和菓子やから。くるくる、モニーモニー。美味しい。美味しいよね、これ。美味しい。ごちそうさまでした。全部食べました。ハオバオ、めっちゃハオバオ、ハオハオバオ、すっごい美味しかった。もうびっくりした。私は肉質がめっちゃいいやと思うわ。いい肉使ってるよね、これね。超油のさ、こう綺麗に入っててさ、食べたら全然思ったより柔らかい。うん。で、臭みもないし、衣もちょうどいいサクサクやし、でソースもいろいろ選べてとっても楽しいし、すっごい大満足って感じ。でも量結構多いよね。多い。うん、めっちゃお腹いっぱい。ボリュームがしっかり、とってもグッドです。本当に美味しかった。マジでこれは食べてみてほしい。ぜひ、元村さん。牛カツ屋さんって結構あるから、ちょっと間違えず、こっち。え、台湾もあるんだ。ふぅーじゃない？あ、言っちゃったけど。おい。元村さんが美味しい。いや、本当に全然違う。マジで美味しかった。一番並んでる外国人は韓国人だ。韓国人って言ってたね。そう。だから、台湾人もさ、かけないように。ほんまや。みんな来て。排隊排隊。シーファンダファーリーユエアーザー、よろしくお願いします。ではシャツジェン、ぜひ来てみてね。バイバーイ。東京から飛行機で約3時間お互い気軽に旅行したり困った時は助け合う隣の友人です。台湾の街には美味しい屋台料理がたくさんあります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Hehehe